明るい日の元穴蔵計画じゃ。あの声、あの姿、まさか小生のところを出て行った後藤のマタベイか。さーてね、どうですかね。やっぱりマタベイ、マタベイじゃないか。あのさ、気安く名前呼ばないでくれます。あんたの部下殺しちゃうよ。マタベ、こいつは一体何の冗談だ。冗談か。冗談だといいけどね。分かってるぞマタベ。お前さん、小生に会いに来てくれたんだろ。まったく素直じゃないところは全然変わってないな。おいおいおい、何分かった気になってんだ。お前バラす、もうバラす、絶対バラす。我らはぐれ者どもの希望なのだ。いやはや、お前さんが黒田軍に戻ってきてくれるとは。調整ついてる。誰が戻るか。ドラゴン、ついてんのはみっともねえ手枷だろうが。っていうかさ、手枷いつまでつけてんだ。ハギまだ取り返してないの。取り返す？な、お前さん、ひょっとして鍵のありかを知っているのか？はあ？何言ってんのお前。その仮説つけたの大谷さんだろうが。アホかな。うぜんだよお前はさ。やい、業務、もうネタは割れてんだよ。今すぐごめんなさいして鍵をよこしやがれ。やれ、せわしい時こそ面倒が舞い降りてきやる。黒田官兵衛か。あの門をこじ開けてやりましょうぞ。鍵、やつの手枷か。そんなもの外してやる道理も必要性もない。そうよな。しかしそれでは納得せぬという顔よ。当たり前だバカ野郎。三成よ、この鍵を預かっておいてはくれぬか。仕置きの刹那、ほろり落としてもつまらぬ。わかった。だが言っておく、あれごときを相手に傷の一つとて負うなだ。あれは紛れもなく小生の鍵、三成に渡しやがって。畜生。まあ焦っても仕方ねえし、のんびり行こうや。岩の壁よりはやわな仕事だってことよ。実のところここまでは手で知り得ていたが、さて。お約束だ。地底で鍛えられた結果、クマがモグラに進化したぜ。
心しない。この失態こそ豊臣の名を恥ずかしめると。これは恥じるばかり。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。島左近入ります。あんたは豊臣にとってでっかい障害になる気がするんだ。悪いけどここでつかんぴんになってもらうよ。残念、調整はとっくの昔におけらなんだよ。ギョブさん、俺が先に出るよ。おお、西まで出張る大一番とも思えぬな。前をかるよ。思いのままに生じれ生じれ。三成様もギョブさんも黒田を甘く見すぎだ。見た目ほどバカじゃないっしょ。まあ、たぶん。おいおい、そんなに褒めるなよ。中央区画に敵の増援あり。罠です。まったお前さんだけだよ。調整を評価しようなんて物好きは。まくちってた。月も見ずにひたすら張り続けるやつが一番怖いんだよね。サコイ、速やかに仕留めてもらう。バカが映る。半兵衛様の教えを胸にいざ整列突撃。ということでこっからマジで払ってもらうよ。バカな小生は手加減ってのが苦手でね。こっちは鼻から全力なんだよ。空じゃねえけど敵は撃ってやる。お前さんたちの突きをいただいたぞ。砂上追配備完了。生き残れた。サーコンめ、無造作にその身を晒しすぎだ。もはや一刻の猶予もない。急ぎ波状椎を無力化せねば。現実かい、それとも経理。好きな方でやってやんよ。大丈夫大丈夫、気にしない気にしない。騒がしきには引き取り願おう。我の療養にも響くゆえ。さいならだ。どこかやろうと強く生きる。そうだよな。ほら俺の読み当たるっしょ。まあよかろう、我が引き受けてやるまでよ。敵方にて名のある将をこうもあっさりと。守るのだ。元よりそれが武士の習わし。右上追設問門なんざ砕いた方が早いかもな。看板みたいにさ、あの技も身のこなしも俺には到底真似できないな。豊臣にも毒されなかった真のぶっといお人だぜ。中上追到達。さは目が睨んでおりまする。進め。日常よ。まさかあんたら官兵衛さんよりついてねえのか。もっと自信を持て。お前さんたち勝ってるんだぞ。なんだくそ、ギョブ殺せ。
殺しやがれ。これはまたシャー珍しきものが釣れた釣れた。うわアイスなり弾が滑ったよ。よくも小生を閉じ込めてくれたな。我もせつせつ食いるばかりよ。よもや掘り進もうとは夢にも思わなんだ。地下通路のことバレてたのか。そうそうそう、主の下のな、あの後藤とかいう輩だがな。ああ、あたべがどうした。あやつも一くねり二くねりある厄介者だが、主よりは使えよう。そう思い泳がせていたのだがな。ま、主に敗れるようでは処置なしよな。小生へのあざけにはまあ今さら何も言うまい。だが小生の部下までけなされちゃかなわんねえ。仕置きはここまで。追い出しちゃうぞ。これはすまぬ三成、とんだ誤算であった。キャツの処遇を任された我の失態よ。言うな行。この恥辱、イカれる刃にて拭い払うまで。こさくな。先ほどよりもさらに固めたか。穴蔵掘りで備わった組織力、見せてやれお前さんたち。おうよ、任せな。作業開始だ。元気よく行くとするかね。おい、官兵衛さんがこいつを守れってよ。もうしゃあねえな。おやつ、貴様への殺意、指先まで思おかしていく。できれば平穏に行きたいもんだがね。神風ってのがあんだろ。それがあれよ。官兵衛さんの前髪、お天道様が眩しいからだろうよ。巧妙を欲するなとは言わぬが、ほどほどにいたせよ。に乗るなら今のうちだって。おいおい、はしゃぐなよ。嬉しくなるだろう。汗もかいたし、休むとするかい。本気のつく出し方いたか。追い出しちゃく。それが小生たちの本気だ。貴様、デードの騎士に横たわりたいか。すでに許可はいただいている。英語に仕え続ける許可を。シーロの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず。
消滅しろ。お前さんでも部下の奮闘をねぎらうことくらいできるよな。そう願いたいよ。貴様の拙速する前に口ずさむ。この鍵とやらのありか、どこで聞いた。なーに、調整を慕ってくれている豊臣時代の可愛い部下がいるもんでね。貴様の部下だと。そんなものは存在しない。寝言は穴に吠えていろ。音を又兵衛だよ。又兵衛のやつが再会を祝して今節丁寧に教えてくれたよ。しまって。お前にはそれがお似合いだっての。なぜじゃ。こら待て、またべ。逃げて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 逃げ